ラッキーハッピー ATH、 こんにちは、仮想通貨女子のみなりなです。本日はこの間ご紹介したポルカファンタジー、こちらについての詳しい情報をお届けしていきたいと思います。実は今オークションが行われてて、そちらについてだったり、あとは IDO についてご紹介もしていこうかと思うので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。ということで早速やっていきましょう。はい、こちらがポルカファンタジーのビジュアルになってます。ポルカファンタジーっていうのは、この間もご紹介した通り、あのファイナルファンタジーだとか、あとドラゴンクエストとかを携わった人の岡田さんが今回のこのプロジェクトのアドバイザーになったんですね。そちらのゲームプラットフォームに思いがちなんですけど、 NFT マーケットプレイスになってます。で、その中にゲームもあるよっていう感じになってます。で、こちらは一応2021年にリリース予定、ゲームがリリースされる予定で、このゲームの中では XP トークンっていうトークンが使われる予定だそうです。で、その NFT についてなんですけど、それが今オークションが行われてます。なのでね、このポルカファンタジーについてもうちょっと詳しくご説明していこうかなと思っております。はい、最初に言った通り、ポルカファンタジーっていうのは二次元カルチャーに特化した NFT マーケットプレイスになってます。で、これはね、日本をテーマにしているだけで、まあ、日本人が作ったっていうわけじゃないんですね。まあ、日本のアニメにすごいなって思った人たちが集まって、アニメ好きによる、アニメ好きのための、NFT マーケットプレイス、ゲームになってます。本当ね、このビジュアルめっちゃかっこいいですよね。 Twitter とか見てみても、こんな感じでね、アイコンがこんな感じだったり、あとこれが一応ホームページになってます。もうすごいよね、この絵すごいです。で、こういうキャラクターが NFT カードになって、この NFT を使ってゲームで遊べるようになってるみたいです。で、その NFT は売買することもできるようになってます。このポルカファンタジーのブロックチェーンなんですけど、今のところイーサリアム、ポルカドット、あとポリゴンに対応するクロスチェーンになってます。 NFT マーケットプレイスで、まあ、たくさん対応してるところっていうのはあんまないんじゃないかなと思うので、 NFT マーケットプレイスとしてもすごく期待大なものになってます。パートナーがこんだけいるんですね。ポリゴンだとか、ネット VRK だとか、もうほんといろんなところがあります。で、投資家が結構ね、なんか結構私も見たことあるような投資家さんばかりが入ってるなという印象です。ここに XP トークン、このポルカファンタジーの中の使えるゲーム内の通貨なんですけど、ここに一応ね、 XP トークンっていう説明が書いてあるんですけど、私ね、ホームページでどっかから拾ってきた説明があるので、そちらをね、お見せしようと思います。はい、こちらですね、 XP ユーティリティっていうことで、1,2,3,4,5,6,7 7個説明が書いてあります。ステーク 4XP、 XP をステークするとトークンインリターンなので、まあもらえるよ、まあ普通にステーキングと一緒ですね。あとはバイパックス、XP をパックを買うために使うよ。 And create NFT、 増やすってことなのかな、この XP トークンを使うと増やせるのかな。アップグレード NFT っていうことで、 NFT をレベルアップさせるよ。ガバナンストークンとしても使えますってことだと思います。トレードディスカウント、 Get discounts by using SP ということで、アルトコインの代わりにこの XP トークンを使うと、アルトコインよりも割安で取引できるよってことだと思います。プラットフォームトークン、プラットフォームトークンってことで、 XP will act as digital asset for Polka Fantasy ってことで、謎で、最後ちょっと見にくいんだけど、よプラットフォームリバーズって書いてあります。 Earn exclusive rewards by holding more XP ってことで、まあ、XP をもっと増やすことができるよっていうことだと思います。要はまとめると、 XP トークンっていうものがステークできるよっていうことと、
限定アイテムとかを買えたりとか、あと報酬がアップしたりとか、そういったところにも関係してるよ。であとは、まあ、レベルアップもできるし割安に買えるよ。あとね、ガバナンストークになってます。このポルカファンタジーをもっとより良くするための投票権がもらえますっていうことになってます。はい、これが XP トークンについてなんですけど、NFT のこのユーティリティについても説明がありました。これは NFT 今ちょうどオークションやってるんですけど、そのね NFT のまあ優位性というか NFT を持ってる有利点についてが書かれてます。はい、というわけで簡単にこのポルカファンタジーについて説明してきたんですけど、今ブロックチェーンゲームがめちゃくちゃ流行っていて、まあ、プレイトゥーアーンって言ってゲームをして稼ぐ、 NFT を買ってその倍の値段で売ったりとかいう動きもあって、このブロックチェーンゲーム自体にプレイすることで稼いだり NFT を売買して稼いだりっていうものがすごくすごく注目されてるんですね。なのでこの、ビジュアルもすごく素敵なポルカファンタジーもみんな一生懸命ね NFT 買おう買おうみたいな動きになっていまして、で今回行われてるオークションです。このオークションで NFT を買って、まあ、もちろんゲームで使おうっていう人もいたり、この今回オークションで買った NFT を倍の値段で売ろうとか思ってるのかなっていう人たちがいて、めちゃくちゃ競争率が高いんです。じゃあその注目のオークションについて触れていきたいと思います。はい、ポルカファンタジーゲーム内キャラクター&アイテム NFT オークションっていうことで、これがね8月23日から実は行われてます。私も始まった日に気がつきました。ここにもね絵が描いてあるんだけど、4つの層に分かれてます。とレジェンダリー、エピック、レア、コモンっていう感じの、4つの層に分かれてます。ポルカファンタジー初の NFT オークションを記念して、さまざまな種類のゲーム内ポルカファンタジー NFT が、発表されています。今回の参加権を確保するにはこの以下のウォレット、下に書いてあるんですけど USDT、 イーサリアムチェーンになってます。 ERC20 の USDT で応募することができます。はい、じゃあこのそれぞれの4つの層どういう違いがあるかも説明していきますね。レジェンダリーは一番上の層になってます。レジェンダリーっていうのは最小入札額$5,000、 5,000USDT っていうことで、最小で50枚以上入れないといけません。 NFT の女神たちの祝福を受けよう、上位10名の入札者には8種類の伝説の NFT 女神、ポルカファンタジー初のジェネシスランド NFT、 そして世界に一つだけの限定アニメーション XP NFT のいずれかが与えられます。この NFT 所持者には大幅な XP トークンが付与されます。だそうです。はい、続いてエピックです。最小入札額は 500USDT、 5万円になってます。アクロスのチャンピオンたちの力を味方につけよう、ランクレジェンダリーに満たない入札者のうち上位 20% には特別なチャンピオン NFT と XP トークンが与えられますということで、これどういうことかっていうと、$500以上入札額入れて、さっきの上のこのレジェンダリー、この 5000USDT の上に入らなかった上位 20%、 全体層の上の 20% の人たちがエピックをもらえるってことになってます。続いてこちらのレアです。他の勇者と協力して戦いに挑みましょう、ランクエピックに満たない次の 20% の入札者には特別なポルカファンタジーキャラクター NFT と少量の XP トークンが与えられます。最初入札額は 250USDT、 2万5000円以上です。で最後に共通ランク、最小入札額 50USDT だから5000円入れたら共通これもらえるのかな、$50以上の入札を行い他のランクの対象とならなかった残りの参加者にはゲーム内で自分のキャラクターに装備できる特別な武器 NFT をプレゼントしますということで、まあ$50以上入れてさっきのこのレアに満たなかった人たちがこれもらえるよっていうことだと思います。で、最低1000ドル以上
を入れた人にはゲーム内キャラクターの NFT を保証しますっていうことがこのねポルカファンタジーのブログには書いてありました。はい。で最低50ドル以上 50USDT 入れた人にはこの武器も絶対もらえるそうです。やっぱり、うん、でこれ持つとキャラクターがパワーアップするみたいで、まあこれやりたい人はいいんじゃないかなと思います。でブログにね最低 100USDT、チェーンは ERC20 なんだけどを入れた参加者には10個の限定版の武器またはその他アイテムの一つが送られます。で100ドル以上追加していくと異なるアイテムがもらえるみたいで、それぞれ100ドル以上の10回の入札したら10個限定版を集められるそうなので、この限定アイテムっていうのは10個あるそうです。だから10回100ドル10回まあ1000ドルになっちゃうんだけど、やってみるといいんじゃないかなと思います。でこれね下にこれタイムって見えるでしょ、ここ。これちょっと見ていくと、でん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 。これね、今の段階で一番入れてる人、いくらかっていうと、こちらですね。15,466.38USDT。え ?100 万入れてるのこの人。やば。やば。100万入れてんだって。え本当にやば。だからこの人は絶対一番上のレジェンダリーをもらえます。すごいね。で上位の人がどうやってわかるかっていうと、このオレンジ色ですね。なのでこのオレンジ色以上の人はレジェンダリーをもらえます。でそれ以下っていうのが、まあ、レアだったりレジェンダリーエピックレアコモンっていう順番になってます。下を見ていくと1500ドルとかあって、すごい参加者いるね。すごいすごい。ここに1000があったので、ここまでの人がおそらくね、おそらくエピックがもらえるのかな。それ以下っていうのがこれ多分レアの人たちかな。100ドル、これレア組だと思う。全然来ない。てか1000ドルでレア？あ、あった。今見てきたここまでの人がレアをもらえます。でそれ以下っていうのが武器の人たちですね。へー、めっちゃいるじゃん。めっちゃいる、めっちゃいる。見て見て見て。うわ、もう全然全然追いつかない。全然、あ、終わった。はい、じゃあ文字でオークションのルールについてちゃんと見ていきたいと思います。オークション期間が8月23日から8月30日月曜日の午後7時までになってます。オークション期間外に、行われた入札はカウントされません。返金もない。なんかこれツイッターで見たんだけど、このオークションが始まる前になんか入札も行われてたみたいな感じで、まあでもそれはちゃんとねルールに当てはまってないので、そちらは含まれませんよってちゃんとツイッターで発表されてました。入札の最低額は 50USDT からになります。50以下は無効になっちゃうんだって。気をつけてください。同一のアドレスから資金を送信した場合でも各トランザクションは個別にカウントされます。なんかね50以上さ入れたら違う NFT をもらえるみたいだから、50以上を何回もやっていけばもうそっちの方がいいよね。うんうん、たくさんもらえるし。送信完了した時点で入札は最終的なものとなり、払い戻しはできません。ご注意ください。送信完了後の入札額の調整や取り下げはできません。すべて入札は一つのプールに集約されます。オークション終了時に入札の順位付けが行われ、入札の順位に応じて NFT が分配されます。ゲーム発表時にランクレア以上の NFT をお持ちの方は全員に XP が配布されます。だっていいなぁ、いいなぁ。この XP トークンもねアクシーみたいに上がるんじゃないかなと私思ってます。1000ドル以上の入札者にはキャラクター最終的な入札順位によりランクエピックまたはレアが保証されます。だから1000ドル以上入れたらエピックかレアが保証されるってこと。1000ドル以上の入札者のうち最初の100人、オークション終了時の入札ランクに応じて通常の代わりにウルトラレア版の NFT がもらえます。へーってことは、このオークションが23日に行われたんだけど、最初100人に入ってたら特別なものがもらえてたんだね。わー、知らなかった。1000ドルか。
なるほど。はい、取引所のアドレスから資金を送らないでくださいだって、気をつけてくださいってことで、このアドレスに USDT を送るとオークションに参加っていう形になるみたいです。はい、NFT オークションが終わるのはあと4日と3時間26分53秒になってます。この撮影段階ではあと4日あります。30日までですよ。で、今のところこんな感じでコモン、レア、エピック、レジェンダリーってこういうね分配が行われてます。はい、ということで、まあ、レジェンダリーを絶対に買いたいっていう人は、さっきのねこの 15,466.38USDT 以上入れなきゃもらえないですね。まあ、それがこの 5,100USDT に勝てば、まあ、レジェンダリーはもらえます。だってレジェンダリーをこれ購入して、きっとねこのゲームが熱くなれば、話題になれば、もっと高値で売買できるかもっていうところに、まあ、期待をして入れてる、もしくは単純にゲームをやりたいっていう人がレジェンダリーとかを勝てるんじゃないかなと私は思ってます。はい、なのでオークション気になる方は、30日まで行われてるので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ最後にこのね IDO があるんです。そちらの IDO についてもお話ししていきたいと思います。はい、この今回のポルカファンタジーのゲーム内で使われる通貨 XP の IDO イニシャルデックスオファリングが行われます。どこで行われるかっていうと、今のところ3つ確認できてます。ユニスワップ、あと、トラストパッド、あとねチェインブーストっていう3つで行われる予定になってます。で、いろいろねテレグラムとかツイッターとか探したんですけど、まだ正確な日にちが今のところ分かってなくて、全部9月上旬だとかって書いてあるんですね。で、なんか誰かが9月10日に行われるんじゃないかなみたいな投稿してる人がいて、まあ、それはちょっと詳しく、まあ、本当に正確かどうかわからないんですけど、9月上旬にその3つで行われます。でもこれは行われるって決まってるので、まあ、この、ポルカファンタジーのツイッターとかを注目してればその発表があると思います。まあ、私の方でもまたちゃんと正確な情報が出てきたら動画をお届けしますので、ちょっと待ってください。でもこの XP ポルカファンタジーは結構熱く話題になるんじゃないかなと思うので、私も IDO 参加していきたいと思います。はい、というわけで本日はポルカファンタジーについて長々とご紹介いたしました。いやー、これね NFT マーケットプレイスの、まあ、ものなんだけど、ゲームがねどうなるか本当に楽しみです。この NFT 自体もやっぱビジュアルがねすっごいかっこいいんですよ。実はファイナルファンタジーとかやったことないんだけど、どんな感じのゲームなのかなっていうのがすごく期待、楽しみというか、あんまねゲームとかやってないんですけど、こういうのがあるとゲームもちょっとやってみようかな、触れてみようかなって思うので、てかそうゲームやりたいんだよね私。そのうちゲーム配信もしたいと思います。というわけで今回のポルカファンタジーについては今後も情報を追っていきたいと思うので、気になる方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今回の動画は以上です。今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひ SNS のフォローもよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。みんなで一緒に Go to Moon! バイバーイ。